高木豊です。高校記事です。お願いします。お願いします。はい、今回の企画、はい、早速いきたいと思います。はい、高校野球来ましたけども、今年も盛り上がりましたね。暑かったですね。盛り上がりましたね。はい、高校野球から今回ベストナインを決めようということで、出ましたけども、うん、まあそこからさらに絞って、はい、その豊さんの意見も聞きつつ、その中からベストナインを決めようじゃないかという企画でございます。はい。まあピッチャーからいかないとな。そうですね。そうですね。まだほぼほぼもうこのアンダー18のメンバーからなっちゃうんじゃないですか。こういう資料をねちょっと用意してね。はい、まあ、ね、じゃあ俺は、はい、中田。監督です。監督だ。監督さん。まあピッチャーは、はい、お前ら誰？ベストナインでしょ。今年の夏の大会だけでしょ。そうですね。夏なんで、まあまあ自分は、まあ、吉田君です、うん、いや僕も吉田君かなって思って、前はなんか違うこと前にしましたけど、何が違うの？多分前撮ったやつ、うん、何ですか？鍵井君、まあ、うるさい鍵井君、鍵井君出ました。まあ鍵井君もよかったですね。優勝投手だし、うん、そうですそうですそうです。でもやっぱりこう、はい、ベストナインだったら吉田だよね。やっぱこれはさ、一人で投げ抜いてきて、はい、でまあ決勝で敗れたとはいえ、うん、もう予選からずっと一人で投げてきた、はいはい、それを考えると、うん、やっぱり吉田君じゃない？俺渡辺っていうさ、はい、浦和学院のピッチャーだ、はい、ずっと言ってるけど、うん、でも負けちゃったじゃない、はい、ということはやっぱりベストナインは俺は吉田君でいいと思う。おー、うん、ピッチャーは吉田君で。はい、キャッチャー、はい、キャッチャー、これね、はい、やっぱ俺いろんな YouTube 見てるけど、はい、もう見出したんだよね。おー、はい、で、お前らね言っとくけど考える時間が長すぎる。やっぱテンポアップしていかないな。いや、ほんとに、はい、っていう、うなる時間が長すぎるんです。そうですね、すいません。うなる時間でも喋ってろ。わかりました。頭の中で考えて。わかりました。わかった。はい、わかりました。どうぞ。いや、キャッチャー誰がいいかな。そうそうそう、そういうのでもうあれじゃん。お前ら黙っちゃってるって考えるからさ、どうしようかな。なんかテンポがなくなっちゃうんだよね、ほら。キャッチャーですよね。キャッチャーなんだ。自分はもう小泉君ですね。やっぱり優勝キャッチャーっていうのもあるし、まあ、まあ、大阪桐蔭には下位を打ってるんですけど、はい、でも結構チャンスで打ってたっていうところもあるし、勝負強いバッティングも結構見られたので、はい、バッティングの貢献で言っても小泉君いいかなと思います。いや、もう僕も小泉君です。知らねえぞ。軽いけど。お前なんか考えてなさそうなんだ。何言ってんすか。俺も小泉君。いいですよ、小泉君。小泉君でいきましょう。なんかごめんなさい。はい、ファースト行くぞ。ファースト行きましょうか。あ、ファースト。あ、ファースト。ファーストなあの、2打席連続ホームラン打った子っていたよね、ファーストで。大宮も来てもらっていいですか。そうか、印象残ってんな。あとなんかやっぱ右の強打者っていうところでだよな、いいんじゃないかな。いいよな、北村君。で、ファーストではなかったと思うんですよ。サードだったんですか。ファーストもやってなかったっけ。まあまあ、北村君ファーストにしちゃおう。でも三塁手にいるんだろうな、それなりのもの。いやいや、もう三塁手はいますよ。中川君、普通です。中川君は俺は外さない。いやいや、そうですよね。まあまあ、でもセカンドね。はい、セカンド。セカンド、セカンド、はい、まあ、七馬くんすか。あー、え、七馬くん八割バッターです。七馬くんは確かにもともとあのショートなんですけど、うん、俺はネオロ行くね。お、セカンドでですか。おー、これ根拠は、そうそう、どういう、いや、根拠ってお前いい選手じゃん。この子は外せないだろ。いや、まあ外せ、まあ、もちろんですよ。この子が高校野球の今年顔だったわけ、はい、でもなぜポジションを動かしてまでやるかっていうのは後で分かる、はい、なるほど。俺さ、はい、このまま行ったら入らないんだよ、ネオが、うん、いや、そうですよね。でもサードだとあれだろ、だからいるんでしょ。いますけど、はい、いや、俺も一人、はい、で、誰にするんだよ。ネオくん。あ、ネオくん、ネオくんで行きましょうか、はい。サードはもう大阪桐蔭の中川君じゃないですか。あのお前甲子園で泣いた姿見たら、ね、そりゃそうだ。あのキャプテンの重圧、うん、もう中川しかいない。いやでな、林君もすごいいい選手なんで。いや、そう、智弁和歌山の。じゃあショートいきましょう。ショートもう小園君ですね。将来戦見てもちょっと、お前の一言一言ってベストラインからちょっとかけ離れるんだよ。将来的に見ても今年活躍したのかしてないのかじゃあ小園君ですよ。怒んな怒んな。大丈夫だ。誰いや、小園君って俺も小園ここはな、これはでも小園君じゃないですか、やっぱり。はい、外野手か。
外野だからそのポジション別じゃなくて3人選ぶ。3人ですね。ああ、うん、そうしましょう。そしたらもう1人は藤原だ。藤原君はもう絶対入りますね。まあ藤原1人、はい、ね、外野手だから、はい、あれか奈良間君外野に持っていくか。足早い。まあでも結構盗塁とかも一番だった。でもそういう決め方したらまずい、悪いじゃないですか。ああ、そうですね。じゃあ2人いるんですよ。2人いるって誰だ。で、1人は、うん、まあ、横浜の万波くんっていう。万波くん結構ピッチャーも出てないんだよ。全く出なかったら甲子園。それ別の人選ぶ。うわ、かわいそうだな、他の人。結果の後ろ向かってるんですね。いや、万波くん確かにいい、はい、いや、もうドラフトかけたい、うん、あれだけの大柄のさ、魅力のある選手っていうのはなかなか出てこないよ。スケールが大きいもん、はい、だけど、結果を出してない。素質で選ぶ別ないんか。違うだろ、まあ、結果で選ぶんだろ。しょうがないよ、万波くん。まあ、確かにいい選手ですね。もう一人は党員なんすよ。うん、おお、誰？党員の青地くん。じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。もう一人レフト中田さんでいいんじゃない。いや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 、中田さんオーバーエイジ。オーバーエイジ完全オーバーしすぎでしょ。浦学ヒルマくんキャプテン。お、いいかも。それだけで分かる。顔つきですか。こう活躍した顔だもん。じゃあ忘れない忘れないうちに。さあ、決定しました。いろいろね。まあ、中川ファーストでもいいんだよな。あー、でもそれでもだって2年の時のファーストだよ。ただベース忘れちゃうからさ。確かに。まあ、それはブラウン監督に持ってきてもらってる。そうだな。ブラウン監督抜いてな。抜いてここだと。バカ野郎。まあ、それこれやっと決まりました。これ、打順がね、確かに。いや、打順はですけど、ね、その預かった監督に任せるかよ。まあ、みんながよく頑張ったよ、ね。皆さんが監督さんなんで、打順組んでコメント欄に書いてもらえばいいですか。ああ、確かに。打順を視聴者の方に組んでもらう。もしかしてこの選手の方がいいだろうみたいな。絶対出てくるんですよ。絶対いると思う。ただ思い入れとか強いとかじゃなくて、成績とかチームの成績とか、まあそれによるところが多かったということだよね。なるほど。もっと本当にいい選手もたくさんいる。うん、まあそれお前が出してきた万波とかさ、はい、はもうものすごく魅力的だったけど、甲子園で結果が出なかったね。惜しかった。うん、まあそういうことで、はい、ね、ベストラインを決めました。頑張ってください。何を頑張って言いますか。それだけで分かる。顔つきですか。こう活躍した顔だもん。